さてではですね、この後に、今サンプルも片付けましたんで、電圧下げます。まあ電圧先に下げてもらってもいいんですけどね。ちょっと疲れましたね。でその作業の間にあのサンプルやってもらっていいです。まず1にして、でこれ160にします。でこれ6秒ぐらい。200kV から 160kV へ 1kV ステップで6秒で約4分ぐらいになります。でこれでオンにスタートします。でこれぐらいで4分待ちですね。まあこの後にサンプルホル片付けるもいいと思いますね。ゆっくりやりましょう。いやー疲れました。サンプル片付けたり、あとはデータ、こちらのねテムのデータを整理したりします。ここをね選択していったり、これらをね、まあこんな綺麗な像撮れますからね。放射線が出てね、アモルファス中の中にちゃんと結晶の部分がいくつかあるというのが出てきますからね。あ、これちょっとボケてるんでいけないですね。こういうのではなくて、こうしっかりしたこう原子の点々が見えるものを取れるようになっていただけると思いますね。でこれでもまあボケてる部分もあるんで、やっぱり何回か取っていかないといけないなというのは確かですね。プロが何回も取るのは理由がよくわかりますね。それ以外にもいろいろとあると思いますけども、こういう像はちょっとあんまり良くないですね。せめてこれとかこれとか、これが一番いいですね。うん、まあたくさん気兼ねなく最近は撮れるようになってますんで、写真看板とは違ってね。ですからたくさん撮ってみて綺麗に撮れたやつものを学会など報告していただくといいですね。これあたりが綺麗かな。うん、こういうのは撮れます。皆さんも撮れるはずです。今回のやり方と同じようにやれば皆さんも撮れるはずですから、ぜひ撮ってください。でこれのセーブも難しくないと思います。これを全部選択してコントロール A とかですれば全部選択できますから、ね、その後にファイルでセーブっていうのを、セーバーズっていうのがあればできます。で、TIFF と、ビットマップ、BMP でセーブするのが一般的ですね。であと、このスケールが、バージョンによってね、このスケールが出ないことがありますね。一応それだけ示しておきます。まずこれを全部、コントロール A で指定して、その後に、イメージのスケールバーだったかな、ちょっと待ってくださいね。像はどれだったかな、書いてないかちょっと待ってくださいね。ドローインとオーバーレイっていうのがありますんで、スケールバーこれにしてください。で20人出てるように見えますけど、セーブすると1個になってます。うん、これはちょっとよく分からない不思議なところなんですけど、なんかいくつかアイテムバージョンによってですね、なんか違うんですよね。もう私何年か前はもっとね、非常に良かったよか、いやいや、ここにいろんな条件が出てきてたんですけど、何キロボルト取ってるとか、出てきたんですけど、それはちょっと出てこなくてですね、ちょっとよく分かんないんですけど、ものにもよります。であと言語もいくつか変えられますんで、ここから言語変えてもらったりとかするのもいいかなと思ってます。でこのソフトの使い方もマニュアルちょっと私のどものところになくてですね、他のおそらく管理者のところにあると思うんですけど、その間に見せてもらえばもっといろんな多彩な使い方が、見れると思います。まあとはいえここの奥の部分がアモルファスのカーボンで、でこちらがシリコンゲルマとあと銅とか入れたいろんなのが入ってるやつで、まあ綺麗に点々点々で素晴らしい結果になってます。まあ、こんな感じですね。でこれは終わらせるときは×印と注意ればいいです。×印です。あんでこれもイエスです。ごめんなさい。ああ、まだよかったか。でもこれ閉じるですかでイエスすればいいです。で、これでいいです。あとはまあ、スタートからシャットダウンでいいです。で、こっちももうだいたいいい具合で終わりましたね。で、160kV になりましたら、
あとは HT オフレイです。意外に終わるのはすごい簡単です。でこれイエスです。終わるのはすごい早いです。立ち上げはすごいかかるんですけど、終わるのはめちゃめちゃ早いです。で電源値がゼロになるまで待ちます。もう少し下がりますね、この辺がね。で、期間によってはここをね、200にしておくところもあります。ただ電気代かかるんですけどね。ここを200にしておくと他のセッティングが全部 200kV になるのでドリフトとかを防げるんですけど、今この期間あんまりちょっと使用率がそんなに高くないので、80kV でにしとくっていうことが一応ルールになってます。 80kV でここ1にしとくと。でこれでいいです。でこれ電圧の終わりですね。電圧を下げるのは終わりです。